局射法とは弾丸が放物線軌道を描いて飛翔し目標を攻撃する砲のことである。直接相手を狙う直射法に対する種類。直接相手を狙う射撃では相手の距離が遠くなると弾丸が地球の重力によって高度を下げてしまい命中しない。そのため遠距離の目標に無誘導の弾丸を命中させるためには弾丸を上方向に発射して 落下地点と目標物が同じ位置になるように方針に行革を持たせる必要がある。キャッチボールをするときに相手が近くにいるときは直接相手に向かって投げれば良いが遠くの相手に送球するときには着地点を計算し山なりに投げるのと同じである。曲射法は弾丸を放物線軌道で発射するための兵器の総称と言える。直接射撃を行う方。 または、同じ法を用いて、直接射撃と局射を行った場合を比較すると、局射には、以下の利点、欠点がある。直接射撃を行う法に比べて、局射法は、欠点もあるが、射程距離の長さは、戦術的優位性に直結する要素であると同時に、長距離兵器を保有していることで、戦略的優位性にも寄与するので、局射法の研究開発は盛んに行われた。 局射法での砲撃には、弾道計算が不可欠である。基本は、自分の位置を原点とした二次方程式を解くことにより、相手に命中する弾道を求める。通常、弾丸の初速は法によって決まっているので、算出すべきは法の行革である。しかし法の性能が向上するにつれ射程距離が伸び、空気抵抗、温度、湿度、気圧、風向き、 砲台が固定されている地盤の硬さ、地球の時点によるコりオりの力など、弾道計算で考慮すべき条件が増え、計算は極めて複雑なものとなる。弾道計算に関しては、弾道学を参照されたい。ありがとうございます。